3日目レースコース熱戦が相次ぎまして、いよいよラストの一戦となります最終競争を迎えます。予選競争第12レースは今日このレース1回乗りの1号艇桐生が人気の中心となっています。関東ダービー3日目の攻防はラストの一戦を迎えます。今日の最終競争予選第12レースが始まりました。対戦メンバーは1号艇が桐生純平、2号艇は大池祐樹、3号艇は平石和夫、4号艇は秋山直之、5号艇は斉藤仁、6号艇は石渡哲平、以上6人の対戦です。スタートまでは1分を切っています。各選手がバックストレッチ側で、横に並んでいまして枠なりの体勢、スタートまでは50秒を切りました。内に構えます1号艇の桐生が人気の中心となっています。昨日2日目のドリームメンバーの桐生純平です。内に構えましてスタートコースへ向けて40秒を切ったところで150メートル地点、あとは各選手連れてホームストレッチ側にボートを移してきました。2号艇大池、さらには3号艇歴戦の雄平石和夫です。通算では1699勝としている平石和夫、そして後方に引っ張りまして4コース角1は4号艇秋山直之、6レースでは1着昨日からの連勝ゴール、1マーク2マークと強烈なターンを披露した秋山です。5コース5号艇斉藤、6コースは6号艇の石渡、枠なりでスタイルは3対3。最終競争第12レース予選12レーススタートを迎えます。1番2番3番4番5番6番でスタートしました。まずはわずかですがスロースタートの3人の選手がスタート先行している。1周1マーク内から1号艇人気の桐生が逃げるか、2コースは2号艇大池の差し、内4号艇秋山は差してきました。バックストレッチは1号艇桐生が逃げたか、一定審査で内2号艇大池が追う、さらに一定審査4号艇秋山を差を詰めるか。バックストレッチの中間点を通過して第2ターンマークへ向かいます。スタートは正常、2マーク1号艇桐生がトップ旋回の体勢、2番手先前は4号艇秋山内から回りますが、2号艇大池が差してホームストレッチへ入る。4番の秋山2番手、内2号艇の大池、差は一定進くらい、秋山抑えにかかります。大池は外へ変えて1、4、2の体勢で2周目に入りました。あとは3点審査で6番の石渡4番手、5番手は5号艇斉藤、ラストは3号艇平石です。1マーク1号艇桐生トップ旋回、4号艇の秋山2番手をキープ、2号艇大池を突き放しまして2番手3番手、差が4点審から5点審と広がってバックストレッチの中間点は1、4、2となっています。先頭は1号艇の桐生です。2番手が4号艇の秋山、3番手は2号艇の大池、あとは6号艇の石渡が4番手で2マークを旋回、さらには3号艇の平石、5号艇斉藤、各選手が第2ターンマークを折り返しまして最終周回ラスト1周は1、4、2の体勢で入りまして1マークへ向かっています。後ろは6号艇の石渡、後方は2人並んで5号艇斉藤が打ち、外は3号艇平石、1マーク旋回、バックスレッジ1号艇人気の桐生先頭です。2番手が4号艇の秋山、3番手は2号艇の大池、あとは6号艇の石渡、5号艇斉藤、3号艇平石の順となっていまして展開は縦に伸びています。1、4の組み合わせは 3.8 人気サイドになります。3連単1、4に 14.6 のオッズが示されていまして最終コーナーを旋回、ゴール前直線コースへ入りました。先頭は1号艇桐生純平です。ゴールイン、続いて4号艇秋山、3着は2号艇大池、後ろ6号艇石渡、さらに5号艇斉藤、3号艇平石の順でした。